皆さんこんにちは、クールチャンネルです。この間 YouTube の規約が変更されて、チャンネル登録1000人、総再生時間1年間の再生時間4000時間を超えてないと、いろいろね、不都合なことが起きるようになってしまいます。2月からなんですけどね、クールチャンネル未だにその条件満たしてないんで、よろしかったら皆さんチャンネル登録していってくださいね。それではマリオメーカー今日も遊んでいきます。エスケープ展開マスカチン V さん、クリア率 3% ベストクリアタイム、こういうところで詰まるからチャンネル登録伸びないんだよね。ベストクリアタイム30秒、早速遊んでいきましょう。エスケープ10、今まで他のシリーズやったことあったっけかな、多分遊んだことあると思うんだよね。ここはどうしようかな。いきなりブブーってなって詰んじゃった。どういうことだどういうことだ、多分やり直したのは間違いない。これがじゃあ上にいるときにポンってやってみる。あのメットを倒されたらダメらしい。まあ、このまま行くと上の音符ブロックを押してくれるけど、押してくんないんかーい。あ、わかった。なんかやってることすごい地味なんだけど、意外と難しいんだけど。この辺？はい。この辺で叩く。あ、降ってくるんかーい。それは想定外なんだけど。とりあえずこうやって様子を見てみよう。うん、あいつがいなくなってくれるのを待って、上からそこの音符、何か出てくる。キノコか。やっぱりね、出てくるとは思ったんだよ。これで中間ポイントを取って、あとはこいつでのぼ、これを登るの、マジっすか。あ、でも結構いけそう。思ってたより、あれ、楽じゃないんですけど。え、楽じゃないよ。え、待って待って待って、どうすんの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 、押してくれる？メットが押してくれる？メットじゃない。クッパクラウンが押してくれない。どうすりゃゴールできるんだい。どうすりゃゴールできるんだい。マジで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 。あれ？どうすりゃいいんだい。ちょっとちょっとちょっと。マジで。死ぬこともできないんだけど。ちょっと待って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 。待ってくださいよ。あ、ゴールできた。今なんでゴールできたんだい。どういう芸人なんだろう。次のコース行こう。はい、お次はこちらですね。いいねランキング難しいの第3位、アヒルさんのコース。演奏系のコースなのかな。クリア率は 7.6%、 多分演奏とアクションが一緒になってるコースかな。ヨッシーだ。あ、これヨッシーアイランドの曲ですね。どこで流れてたとかはちょっと思い出せないけど、割とよく聞いてた気がする。この青いやつすっごい邪魔なんだけど、どうすればいいっすか。よいしょ、ほい。あ、花ちゃんまで。アミーボ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 取ったはいいけど、ちょっと待って、敵が多くて普通に厳しいんだけど。ああ、おし、あれ入れない。あ、入れた。ああ、なんでこんなところでぐだるかな。こっちは何の音楽だろう。この音楽全然わからないですね。何の音楽だったんだろう。わかる方いたら教えてください。まず、よいしょ。鋼の天使よ、金色の翼で敵を蹴散る。なんだっけ、なんかね、ニコニコでよく昔流れてたような気がする。とはえー、とはえー、違ったっけ？なんかそんなんだったと思うんだけど、これでクッパクラウンが出てきてくれるんじゃないのかな？出てきた、出てきた。なんかイカまでついてきた。イカはいらないよ。よいしょ、早くよこせ。これでどこ行けばいいんだ？上か。よいしょ。あ、ダメージ食らった。こっちかー。どこまで流れてるんだい。目的地は、これを押す。はい。イカ踏む、イカ踏みたい。よいしょ。
よし、これで降りられる。待って待って待って、なんか敵が増えてるような気がするんだけど、 RB も取れてよかった。多分こいつを倒せばいいんだろうな。これ倒すの大変だよ。ファイヤークッパクラウに乗り換えて右下の道は来る。よし、いやこれもやっぱりすごい仕掛けだわ。演奏だけでもすごいと思うのにギミックまで面白い。まだ弱点範囲。あ、パウ叩けなかった。ツタかなんか出てくるのかな。ノコノコか、ノコノコじゃないか、パタパタか。まあいいや。こうやって全部叩けばいいんだろう。で一番、右側のハテナブロックが一番難しいですよね。よし、でもこれでいける。オッケー。これでゴールかな？多分ね。多分ゴール。あ、そっか。まだゴールするためには最終関門が残ってた。わあ、これちなみに今流れてた最後の音楽は何だろう？わかる人、これもコメント欄で教えてください。次のコース遊んでいきましょう。今日のラストはこちらのコースで、同名ブロックの謎を解け、チョコさんのコースで、クリアタイム1秒か、クリア率は 6%、さあどうしようか、謎解きコース、久しぶりだね。チクショーめどうやって光明ブロックを叩かないでいけるかってことか。そこにあるスピンジャンプでもダメ。ヒップドロップとかちょっと高めでやると叩いちゃうからダメか。さあどうすれば登れるんだろう。どうこのジャンプ。ほい、お、いけた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 。見ましたか今の。こんな生き方があったのね。っていうかこれ正規なのかな。完全に今自分で勝手に考えたんだけど、うん、まあいいよね。うん、いいよね。いいと言ってくれ。透明ブロックの謎は解けたんでしょうか。チョコさんのコースありがとうございました。というわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録ぜひぜひぜひ、1000人行かないと大変だからね。皆さん応援よろしくお願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。